おはようございます。今日からマイナンバーカードの利用促進に関する広報キャンペーンを開始いたしましたのでお知らせをします。キャッチフレーズはできますが増えてますマイナンバーカード、こういうキャッチフレーズで、広報キャンペーンを開始をいたしました。マイナンバーカードの保有枚数は1月末で9168万枚、9168万枚に達しました。国民の皆様の4人の3人はお持ちをいただいていることになります。こうした中、マイナンバーカードを使ってできることが、生活、医療、子育て、様々な手続きで、増えていますが、なかなか、十分に、それが伝わっていない、せっかく便利な、手続きができるようになったのが、使われていない部分がまだあると感じております。マイナンバーカードの活用方法やメリットを紹介をした、動画を作成をし、今日以降、テレビコマーシャルのほか、YouTube や Twitter などのデジタル広告、駅の構内、あるいは新宿の東口の 3D ビジョンなどのデジタルサイネージを使って周知をしていきたいと思っております。3月末までの間に全国の様々な商業施設、あるいは自治体でマイナンバーカード保険証の体験会、あるいはデジタル推進員による相談ブースなどのイベントも実施をいたします。確定申告も始まります。マイナンバーカードを使って便利に書かない確定申告の一歩目を体験をしていただきたいと思っております。このキャンペーンをはじめ、今後とも様々な機会を通じてデジタル庁として積極的にマイナンバーカードの広報を実施してまいりたいと思います。ご質問ありますでしょうか。朝日新聞の小手川です。はい、おはようございます。先日高松でもちょっと質問出てたんですけれども、国家公務員のマイナ保険証の利用率が上がっていないという現状があります。先日は次官会議でも呼びかけをされたということですけれども、もっと具体的にどのような取り組みをされていくのか、特にデジ庁の職員が加盟している内閣府の共済組合の利用率の向上について、お伺いさせてください。各省庁で、マイナンバーカード保険証の利用活用を呼びかけをしていただいているところです。ありがとうございます。できますが増えてますマイナンバーカードのキャンペーンについてなんですが、このタイミングで改めてマイナンバーカードのキャンペーンを、3月末まで展開することになった理由というのは どのあたりなんでしょうか。はい、今回から、書かない確定申告、給与所得の自動記入も始まりました。そういう意味で、確定申告あるいはスマホを使ったコンビニ交付というのもできるようになっております。引っ越しのシーズン、3月末から4月にかけて引っ越しのシーズンになりますが、引っ越し、転出、転入の手続きも、非常に便利になってきました。こういう季節にそうした便利な機能をぜひ使っていただきたいというふうに思っております。その他にも、子育ての手続きだったり、地域によって、自治体によっては、マイナンバーカードと診察券、あるいは様々な医療の補助の受給券との一体化というのも始まっていきます。そうした活用ができる自治体については、そうしたものも体験をしていただきたいと思います。やはり大臣自身、マイナンバーカードのまだ利便性が国民に十分伝わってないというようなお認識ですか。確定申告をやられた方からは、もう非常に簡単になったという声が寄せられております。せっかくそうした機能があるのに知らなくて、それを使わなかったというのは非常に残念に思いますので、そうした新しい機能、多くの方に知って使っていただきたいと思います。はい。今日はですね、これが、本当の賛成プロパガンダだという話をね、
していきたいなと思います。何かにつけてね、プロパガンダだ、プロパガンダだっていうのを僕はちょっとあんまりいいと思わない人で、なんかちょっとアホ臭いじゃないですか。こう印象操作だ、情報操作だとかって言ってる人たちと、同レベルになっちゃうの嫌なんで、僕はあんまりそういうこと言わないと思うんですけど、これはね、さすがに完成プロパガンダの教科書に出てくるようなものだと、まあ、いうものをね、今日は紹介していきたいなと思います。それがまあ、ちょっと僕にも見てもらいました。できますが増えてますマイナンバーカードっていう報告をね、デジ庁が昨日の2月16日からやり始めてるんですよ。で、これテレビ CM とか、ネット広告とか、新宿のなんかでかいところでこう掲示したりとかね、屋外広告出したりとかね。で、あとはなんか、マイナ保険証の体験会イベントみたいなのを、なんか全国の商業施設とかで やるとかっていう話でね。大量の税金を投入してですね、全く事実と異なる情報を流してですね、国民を欺こうとしていますので、ちょっとこれは啓発という意味でも、ちょっと注意喚起という意味で、お話をしていきたいなと思います。で、本題に先立ちまして、チャンネル登録、皆さんよろしくお願いいたします。チャンネル6万人、2月中にということで、ちょっとペースが落ちてて厳しくなってきてますので、ご協力お願いいたします。で、あとは、今日の22時から、はい、今週メルマガで配信した、まあ、成果主義とか、まあ、ジョブ型とか、まあ、そういう最近の流行りのワードがね、まあ、いかに、上滑りしたものかというのをご紹介させていただこうと思いますので、まあ、興味があれば、登録してみてください。で、早速、ちょっと本題に入っていきますけども、先般の臨時国会で、まあ、補正予算っていうのが組まれてるんですけど、その時に、まあ、そのマイナンバーカードの、なんかマイナ保険証利用推進に関連してね、887億円計上してるっていうのを僕紹介したと思うんです。で、その全部が全部 CM 広告じゃなくて、いわゆる点数計算とか、利用推進した医療機関に補助金ばらまくみたいなのも中には含まれてるんですけど、その中にはでも、そういったなんかまあまあ、周知広報みたいなのも兼ねたようなものが入っててね。で、大量の金が動員されて、来年秋に保険証がなくなるって言われてますから、そこまでに追い込みをかけてくるだろうっていう、まあ話をしてきたわけですけど、もうここに来てね、勝負をかけてきてると。デジ庁と、厚労省ですね。で、これに、まあ、社会が屈するのか否かっていう、瀬戸際だということで、まあ話をね、していきたいなと思うんですけど、これね、でもちょっと広報の CM 内容がね、デタラメすぎてちょっとひどいんですよ。これ僕の動画ね、長くマイナンバーカード系 YouTuber として見ていただいている方は、まあご存知の内容も多いかと思うんですけど、ちょっと改めてね、これ今 CM が大々的に報じられてますので、まずちょっと指摘しておかなければなりません。今 CM がね、なんか本当は6種類あるらしいんですけど、2種類だけ今リリースされてるみたいで。で、1個目がそのマイナ保険証でなんかいろんなことできますみたいな。マイナンバーカードでいろいろできますみたいなやつなんです。で、これちょっとまあ、音声出していいかわかんないんで、一旦ちょっとスクショで紹介しようかなと思ってますけど、まあ、最初がね、その前の病院での治療のことをうまく伝えられないとかっていう時に、なんかマイナンバーカードがあれば、過去の診療内容などをね、こうお医者さんがすぐに確認で共有できるので、より良い医療が受けられますって、まあ、言ってるんですね。で、これもうね、僕の方で何回も話してきましたけど、これを CM でして流してきたかと。お前ら全然答えられてなかったやんと。いう話なのに、ご利用しできてるんですよ。で、これなんで、問題なのかというと、まず正確により良い医療となるような情報はね、共有できないんですよ。今現在進行形で。で、これ共有できますって言ってるじゃないですか。共有できないんですよ。これシステムの使用上できなくて、医療情報をね、医療機関横断で共有しようと思ったら、2種類しか方法がなくて、1つ目が、いわゆる保険証の、その診療報酬請求。だからこの人が今月こういう医療を受けましたっていうのを、医療機関が点数計算して、で、そのお金くださいって厚労省にあげるときにあげる医療情報で、そのどの人、こういう人がどういう医療情報を受けたかっていうのをデータベースとして蓄積してるんですよ。はい。で、それを、まあ一応保険証の中から情報を引き出すことで、その人がどういう診断を受けたかっていうのが、まあわかりますよと。で、これ一見、これを使えばより良い医療情報が、
得られると思うかもしれませんが、いや、そうではなくて、今話した通り、仕事の進め方として、この保険証にあるね、その受診記録っていうのは、基本的にはその医療機関が1ヶ月終わった後に閉めて、その後計算して、厚労省に上げて、で、データが反映されるっていう工程なんで、少なくともその人が医療を受けた段階から、まあ、1ヶ月半後が最短だと言われてるんですよ。その医療情報が共有されるのが。1ヶ月半の間に、1回も病院に行かない想定で 医者が診断できますかって話なんですよ、まず。高齢者とかだとね、結構行くじゃないですか。1ヶ月に1回じゃなくて。で、その、1ヶ月にでも1回しか、1ヶ月に1ヶ月半に1回とかですかね。1ヶ月半に1回しか行かない想定で、この情報正しいと思いながら、そのデータベース見れますかっていう時に絶対見れないでしょ。正確に共有できてねえじゃんって話なんですよ。だから。これはね、この保険証っていう仕組みを使ってる以上無理なんですよ。どうやってもリアルタイム反映ってできないんですよ。その人が受けた翌日に例えばデータ反映するとか無理なんですよ。これ点数計算をして、診療報酬請求をしたっていうその業務工程の中から生まれてくるもんで、これもう無理なんですよ。だからこそなんですけど、もう一つのパターンっていうのは、だから電子カルテとか、電子処方箋って言われるものですね。これは、例えばカルテ情報が、その医療機関、病院の中でもいろんな診療科で共有できるとか、かかりつけ医から専門医に情報が共有できるといいよね、とかっていう話の中で、まあ出てきてるシステムですよね。で、電子処方箋っていうのは薬剤情報を共有することで、重複投薬やっただったり、副作用の噛み合わせがあるようなものの投与を防ぐんだと。だから、情報があることで、より良い医療が受けられますねっていう話です。で、これだけ聞くと確かにいいんですよ。でも、いろいろと問題があるんですよ。そもそも、現段階でね、より良い医療が受けられます。より良い薬剤情報が得られますっていうのはね、古代広告もええところで、全然そんなことになってないです。例えば、電子カルテについて言えば、その医療機関の、例えば、これ大病院の方が普及が進んでて9割ぐらいも入ってるんですけど、それなんで大病院でそうなるかって言ったら、大病院っていくつかの診療科にまたがって診察とかしたりするじゃないですか。うん、で、その時に、こう紙でやるよりね、便利っていうのがあるんですよ。あと、まあ紙で書いてると、何書いてたかわかんないみたいな、こう殴り書きとかするんでね、わからなかったりとか、いろいろ問題があって、で、カルテ情報を電子化しましょうっていうのは、これは全然いいことなんです。はい。僕もこれは否定しません。ただこれを、例えば医療機関を横断で波及させるってなるとね、結構大変なんですよ。考えてる以上に。何が大変かってね、まあ思いつくだけでもいろいろあるんですけど、例えばネットワークのセキュリティの問題もあるし、あとは、その、個別に今医療機関がそれぞれ電子カルテシステムっていうのを作ってるわけですよ。全国標準である、フォーマット、ある業務の進め方でカルテ情報を入れてるわけじゃなくて、病院ごとにやっぱ違うんですよ。で、そのカルテを入れてるベンダーも違うわけですよ。NTT データ使ってるとこもあれば、富士通使ってるとこもあるし、NEC 使ってるとこもあるわけですよ。それらをね、一箇所集めるってなると、別の入力作業が例えば発生したりするっていうことがあるし、業務の進め方を変えるとかってなると、結構な負荷なんですよ。で、これが別に今できてるのかって言ったらできてないんですね。はい。できてからまあ言えよって話なんですけど、これができるのがね、別になんか、直近2、3年でできますかとかって言うと、別に全然そんなこともないんですよ。だから、なんでこんなより良い医療を受けれますとかって、CM で流せるのか、僕はね、理解しがたいんですよね。カルテがね、別に電子化されることは僕、本当にいいと思うんですよ。これ否定しません。っていうのが、まあまあ一つと、電子処方箋の方について言えば、全然、お金がかかるとかで、今も6%ぐらい入れられ、しか入ってないんですよね。これで薬剤情報共有なんて無理じゃないですか。6%しか医療機関に入ってないのに。もうちょっと、なんか、普及させれるような安価なやり方でやらないと、まあ、ダメですよねっていう、まあ、単純な話もあるし、さっきも言った通り、この中で電子処方箋っていうのはちょっとね、厄介で、その横断的なサービスを使うためのサービスがあるんですけど、そこに入るっていうことを医療機関が約束すると、そこにもう毎回薬剤情報とか入れないといけないとかっていうのがあるらしいんですよ。だから仕事がやっぱりね、増えちゃうんでめんどくさいっていうのが根本的にあって、これ移行期だから仕方ないとかってね、言い出したらきりないですけど、院内でも保存しておくっていうのと、その院外向けに登録とかっていうのが増えたりするんですよね。これがだからちょっとネックで、なんか僕たちがね、
素人考えでイメージして、こうしたらええんやっていうのは簡単なんですけど、もうすでに世の中にある無限のシステムを、こう一箇所にガツンと集めるっていう作業って、やっぱそう簡単じゃないですよ。そらね、銀行だって、損保だって、システム、ね、複数のね、まあ2、3個のシステム統合するだけでも大トラブルになったりしてますから、この医療情報をね、これでなんか一箇所で集めて言うのは簡単ですけどね、めちゃめちゃハードル高いし、そんなすぐできるかって言ったら、今の現状の進捗具合で言うと、かなり難しい。で、マイナ保険証で、それで、だから仮に100%使う世界線があったとしても、まあまあ、それ今何もできて準備できてない状態で、なんか始めたらね、できねえじゃねえかっていうことになると思うんですよ。はい。まあまあ、そういう話もありますよと。で、そもそもで言えば、これマイナンバーカードがなんか関係あるんですかっていう話でもあって、別にマイナンバーカードがこれ技術的にこれらを実現させるものでもないわけですよ。そもそもの話で言えば。さあ、厚労省さんが、まあ、電子カルテについては2000年代前半からやってるし、もう20年ぐらい足掛けやってるプロジェクトですから、マイナンバーカードなんか何も関係ないわけですよ。だから、カッコつけてマイナンバーカード必要だろって言わせたいだけみたいになってるんですよね。これずっとそうなんですけど。手と手首そこなんですよ。もう、発射して、9000万枚配っちゃいましたと。で、このカード役に立たないわけねえだろっていう、なんか、配ったから役に立つんだっていう宗教時代の免罪符みたいになってるんで、あれを持ってないと、なんか、こうダメなんだみたいな風にしてしまおうっていう発想じゃないですか。で、河野さんの、とか河野首相の問題っていうのは、なんかより良い医療とかね、いい医療を受けられるっていうやり口の最大の問題はね、なんか既存のできる方法があるのに、それをなくしたり不便にして、俺らのやつ便利だろって言わせるっていうことをずっとやってるわけですよ。本当にひどいので言えば、まあ、そのマイナ保険証と保険証の使い方をね、差別的な取り扱いするっていうので、これまでは一応マイナ保険証の方が医療費を安くしてたんですよ。で、保険証高くしてマイナ保険証使えよっていうふうにしてて、いや、それ普通に差別的な取り扱いだろって元から言われてて、医療を全員平等にあまねく受けられるっていうふうに言ってるのにっていうので、で、ただ結局、それが破綻して、マイナ保険証の方を安くしてやると、医療機関が収入が下がるから、マイナ保険証を推進しなくなるから困るっていうことで、結局なんか全体を上げるっていうふうに今しようとしてるのかな。なんかもしかしたらマイナ保険証の方が高くなるっていうふうな話も、まあ長妻さんもされてたんですけど、それちょっとまだ実際運用してみないとわからないですが、それで点数いじったりしてね、なんかこう社会システム自体をすごい歪めてるみたいなこともやってるわけですよ。で、これより良い医療とかより良い社会になってないってちょっと言えば話ですよね、根本的には。まあそこが一番シンプルな話なんですけど、これあんまりね、調子乗ってたら訴えられますよね。実際ちなみにオンライン資格確認っていうのは今僕も結構問題にしてますけど、あれ、全面的に義務化したんですけど、紙レセプトでやってるところがね、拒否するわけですね。無理だって。いろんな理由で。で、これでも強制的にやろうとしたら、いや、それに法的、まあ根拠ねえだろうっていうか、そんなことしたらまあ、ダメだろうっていうことで、訴訟を起こされてるっていう経過もあるんで、これ電子カルテについても100%にするのは多分無理なんですよ。電子化で。その中でできることっていう最適解っていうのを探さないといけないのに、なんか、ご利用ししたらいけるのかっていう発想がね、ずっと残ってるんですよね。で、ちなみに、これ二つ言いましたけど、もちろん今の段階でマイナポータルで見れるものは保険証の方の情報、一つ目のやつなんで、電子カルテ電子処方箋の話はこれからやるんだみたいなこと言ってますけど、基本的には今できてません。はい。だから広告で、リアル、なんかすぐにね、何でも状況できるかのようなこと言ってるの、これ完全にね、消費者庁になんか問い合わせなくなるような話ですよ。で、まあ参考までにもう一個の CM の方についても言っとくと、なんかね、確定申告についてのバージョンもあるんですよ。今まあ確定申告時期なんで、こうマイナンバーカードがあればね、なんか楽勝で、その確定申告、税務署行かなくてもできますよみたいな書いてあるんですよ。はい。で、まあこれ問題はね、何なのかっていう話なんですけど、マイナンバーカードなくても、別に税務署行かなくてもできるんですよ。これ、前も言いましたけど。一応e-tax って今ログインするときって2パターンあって、利用者識別番号っていうのを入れるパターンと、マイナンバーカードでピッて読み取るっていうパターンがありますと。後者についてはね、番号を入れてパスワード入れるだけなんで、むしろ楽なんですよ、認証が。で、マイナンバーカードだと、
まあ、ピッて読み取らないといけなくて、で、しかもなんかね、スマホで対応してないものがあるとかっていう話だったり、あとはなんかそれがないときは自宅にカードリーダーを置かないといけないとかっていう、まあ問題点が、まああるわけなんですが、利用者識別番号の方が楽っていう人多いんですよ。普通にパスワード入れるだけだから、ID と。僕もそれでログインしてますもん。マイナンバーカード持ってますけど。めっちゃ楽なんですよ。そういう人結構いると思います。あんまり区別ついてない人いるかもしれないですけど。で、だから別にマイナンバーカードなくてもいけるんですよ。で、一応その利用者識別番号自体はね、一回税務署行かないといけないんですよ。確定申告だから一回目はだから税務署でやらないといけないのかな。ただそれさえやっちまえば、まああとはもうずっとその番号を使い回せるんで、そっちは便利なんですよ。っていう感じなんですね。で、これをだから便利なのに、なんか無理やり隠蔽してるのか、なんか不便だって言い張りたいのか知らないですけど、なんかマイナンバーカードだともう税務署で行きますよみたいな感じなんです。で、僕これね、話したことあるんですけど、e-Tax のアプリって結構使いにくくて、あれ1回目ね、結構ね、無理だと思います。僕1回目実は e-Tax やろうとしたことあって、諦めたんですよ。なんかようわかんないんですよ、操作が。結構エラー出たりとか、なんかうまくね、申告までいけなくて、で、税務署で教えてもらってやったんですよ。だから識別番号持ってるんですけど、結局ね、1回目結構詰まる人多いと思うんで、別に1回目ぐらい行くぐらいいいじゃんって思うんですよ。しかも教えてもらいたいでしょ、みたいな。ネット調べてもあんま出てこないしね。アプリが結構本当にね、作りが悪くて、なんか分かりにくいんですよ。これやってもらってない人にはちょっと分かりにくいかもしれません。ただ僕ぐらいの割と、なんて言うんでしょう。結構こうやってパソコンとかで普段から使ってる人でも苦労してるっていうので言うと、まあお年寄りとかがね、いきなりマイナンバーカードだけで申告簡単に終わらせられましたみたいなことが、まああるかっていうと、非現実的かなと思いますね。この二つ目のね、もう、いろんなね、入力項目があるけど、全部自動でいけますかのようなことを言ってるじゃないですか。いや、これはね、やりすぎだと思いますよ。多分サラリーマンだと、社会保険と給与のやつ入って、なんか、確かに、すぐできる部分もあるのかもしれません。ただこれ、あくまで、その全確定申告何百万人っている中の、ごく少数のサラリーマンでなんかしないといけなくなった10万人ぐらいの人なんですよ。医療費控除とか多分受けたい人。で、これなんか、個人事業主とかもね、なんかちょろく勝手にタラッとできそうに見えるじゃないですか。全然そんなことないっすよ。仮にそんなことできるんだったらね、弥生会計とかもう会社倒産してますからね。なんかこの広告ね、プロパガンダチックなのはやっぱだからその、サラリーマンっていうなんか確定申告をほとんどしないような、かつ、なおかつすごい、枠の小さい申告内容、入力が少ない人たちのね、ものを一つか二つ勝手に入力されてるだけでね、なんか全自動で確定申告ができるかのような妄想を植え付けてるわけですよ。はい。まあ、一旦、これぐらいで話は終わりますけども、マイナンバーカードが、今もう完成プロパガンダとしてね、押し寄せてて、これでこれの、延長に保険証の廃止中、来年秋、ビッグイベントがありますよと。で、来週以降、まあ、厚労委員会とかあると思うんですけど、まあ、ちょっとマイナ保険証とか、マイナンバーカードの問題点っていうのは、もう少し明らかにされつつ、こんなに巨額の予算をね、広報とかで使いながら、投資回収できますって、で、どこの口が言ってるんだということはね、まあ、ぜひね、野党の議員さんにも言ってもらいたいなと思いますね。本日の動画もご覧いただきまして、ありがとうございました。役に立ったという方はチャンネル登録お願いします。